チョメです。戻ったらなんか音楽がすごいことになってた。まあちょっと見ない間に街はすっかりコンセンスの雰囲気ですわね。チョメ様、ほらご覧ください。あそこでするのか。いやー、ロマンチックじゃない。もうすぐあのステージの上に良い男たちが勢ぞろいするのね。ねえチョメちゃん、カムちゃん、ヤヒムちゃんの顔も見たいし、サイズに密を私たち女3人で届けてくるわね。はい、どうぞ。その代わりあんたとカムちゃんにコンテストの場所取りをしてほしいの。いい男がよく見える場所を取っておいてね。自分ライバルズからやってたからさ、シルビアほんとずっと男の子かと思ってたんだよ。めんどくさい仕事は全部男任せかよ。まあいいや、やることないし、とりあえず広場まで行ってみようぜ。なんかベロニカにピンクのマークが出てる。海の男コンテストの席に取ってくるんじゃなかったの。ちゃんといい席取りなさいよね。はい、ありがとうベロニカ。じゃあ行きますよ。こんな感じですね。今日は移動が多いな。あ、武道家の人がおる。はい、真ん中に来ました。あ、あれ見たことあるぞ。大丈夫これ。やべ、ここまで来てんの。ホメロスじゃねえあれ。おや、そちらのお兄さんたち、お二人ともサラサラツンツンと髪型が決まっていて男前ですね。そんなに男前なのに見物とはもったいない。ぜひ海の男コンテストに参加してください。おいおいおっさん、俺たちはコンテストなんかに付き合ってる場合じゃ。ホメロスだよなあれ。デルカダールの。おいチョメ、あの男怪しくないか。ふ、逃亡者は人混みに紛れるのもの。このコンテストを利用し貴様をあぶり出そうと画策をしてたが、その必要はなかったようだ。あ、過去に飛んでなかったみたいだね。他の大陸に飛んだだけか。まさか人目もはばからず堂々とコンテスト会場にやってくるとはな。やつのあの鎧、まさか。聞きたまえ、ダーハルーネの民よ。一人で来たのかな。この者こそ悪魔の子チョメ。ユグノア王国を滅ぼした災いを呼ぶ者だ。滅ぼしたと思われとるんだ。ち、逃げるぞチョメ。いやー、ここまで来たか。助けてシルビア。さあ、忌まわしき悪魔の子チョメよ、おとなしく我が手中に落ちるがいい。おいおい、マジか。え、戦うの。え、カミュと二人で。今なら勝てるかな。前は負けてたけど。じゃあ命令させろ。特にブレードガード先しよう。範囲切り。あ、今なら勝てそうだ。最初はダメだったけどね。よし。うわ、痛恨。これはホイミしてあげよう。ホイミ。じゃあカットしますね。こんな感じで戦っていきます。あ、バラバラに攻撃すんなって。なんで神ばっかり攻撃する。チョメです。あのですね、神がね、あのいろんなところに攻撃するから、この命令させろでね、カイン切りでちょっとずつ倒していきました。はい、この技強いよね。チョメたちはそれぞれだから命令させろがええわ。めんどくさいけどね。よかった、ホメロスが混んで戦闘に。クソ、いくら倒してもキリがねえ。無駄なあがきはやめるんだな。さあ、おとなしく。ホメロスとも戦うことになるんだろうな、いつか。待ちなさーい。ちょっと心細いけどな。私のチョメちゃんにおいたする子はお仕置きよ。でもシルビア強かったもんな、剣技。お仕置きよ。おい、なんだあいつらは。警備の者たちは何をやっている。ほらほら、さっさと解かないと火傷するわよ。これライバルズにもあったな、この言葉が。わあ、強い強い。メラしか使えないのに。メラがいっぱい飛んでる感じか。メラとギラしか使えないのに。
ち、まだ仲間がいたとはな。さっさと取り押さえろ。セーニャがおるよ、まだ。さあ、チョメ様、キャメ様、こちらにお逃げください。ええ感じになっとるな。もう船で逃げる感じかな、シルビアの。なんだこれは。わ、嫌な予感がする。チョメ、危ねえ。わ、マジか。カメがここで仲間から外れる感じ。神様、俺のことは構うんじゃない。チョメ、お前だけでも逃げるんだ。せっかく鉄の胸当て作ってあげたのに。ここで、わ、捕まっちゃったか。じゃあシルビア入れといた方が良かったか。ここまで来ればもう大丈夫よ。みんな怪我がないみたいでよかったわ。でも亀様が捕まってしまいました。今頃一体どんな目に。大丈夫よセーニャちゃん、あのキャムちゃんがそう簡単にどうにかなるわけじゃない。それにしてもわけわかんないわね。悪魔の子のチョメちゃんが邪悪の神ちゃんを倒すってどういうこと。チョメ様はデルカダールの王国から災いを呼ぶ悪魔の子という汚名を着せられ追われながら旅をしているのです。シルビア様にはいずれきちんとお話しするつもりだったのですが、巻き込んでしまってすいません。いやね、そんなこと気にしてないわ。初めからチョメちゃんには悪い子じゃないって分かってたもの。シルビアさん、そんなことより今度はこっちから動くわよ。バレないようにここで神を取り戻す感じ。町の中は兵士ちゃんたちでいっぱいね。でも建物の中を通り抜けながら進めば無駄な争いは避けられるはずよ。まずは町の真ん中にある大きな橋の上からカメちゃんの様子を探ってみましょう。橋には宿屋から屋根伝いに行けるわよ。よし、頑張るぞ。ちょっとセーブもしたいがな。子供さんに話しかけるか。悪魔の子だったんですか。通り怪しいと思いましたわ。何やねんそれ。じゃあちょっとセーブしましょうか。教会行くわ、まず教会だ。あ、見つかっちゃった。あ、マジか。真ん中行けとか言ってたけどね。うわー、これ逃げたいな。逃げよう。逃げられないんだね。はい、倒しました。そこそこ強かったです。魔法トーン覚えた。後でやっとこう。さて、教会は使えるのでしょうか。ここ行きたかったんですよ。あ、できるね。よかった。セーブ大事だからね。教会でセーブをしました。こっちから行くか。ここから右。あ、ここ行けないのか。こっち行くしかねえな。見つかっちゃう。あっちを向いた時に行こう。こんにちは、チョメです。教会行ってました。こっちで兵士があっちを向いた瞬間こっちに行くと。で、宿屋のところって言ってたよな。宿屋のところ、この上の屋根伝いって言ってたな。まだこっち向いてるからダメだ。あっちを向いた瞬間にこうやってやる。これ無駄な戦闘を省けます。さて、回復したいんですが、ちょっと止まりますが。あ、休んでいく。助かる。はい、休む。納期に休みました。よし、やっていくよ。はい、音楽はまたあれやけどね。こう上に行くところあるんだよね。ここか。で、どっから上にあるんだ。こう、もう一個上かな。あ、で、ここからシルビアが言う話ではこうやって行って、こうやって行く感じか。で、はしご降りるんかな。あそこ意味あるんかな。これここ降りるんだよね。こっからどうやって行こっか。なんか右は兵士がおったしな。真ん中行く。こっから、あ、こうやって様子を見る感じか。あそこに捕まってるってことね。姿を現したまえ、悪魔の子チョメよ。
町のどこかに潜んでいることなど私には分かっている。宿屋で寝てました。早く出てこなければこの者の命私がもらい受けるぞ。あの軍人ちゃんってば気が短いわね。早く行かないとキャメちゃんが危ないけど、正面突破は分が悪いし。そうだわ、北西のゴンドラ乗り場からステージの裏に回れる通路があったはずよ。そこを通ってステージに近づきましょう。北西のゴンドラ乗り場かな。そこから飛び降りて町の水路沿いにあるゴンドラを使えば そこに行けるはずよ。さあキャメちゃんを助けに行くわよ。あ、覚えきれないな。北西に行けばいいのだから。北西だからこっちに行く感じか。いや通れないんだけど。あ、橋の下へ飛び降りますか。こっから降りれたわ。だからこっから小舟かな。小舟はどこにあるんだ。あ、こっちちゃんと行き止まりあるんだね。ここの右のここか。お、よこせゴンドラ、よこせゴンドラってアニアかな、アニメので、北西のところに向かうって言ってたよな。北西から入っていって裏を回っていくって合ってるよな。でどっかから飛び降りると。飛び降りるっていうのは終わったんか。よし着いたぞ。ええ感じやん。ゴンドラ漕いでるの見つからなかったのかな。まだ見つからないのか。役立たずどもめ、こんな雑魚の見張りなど私一人でいいからもう一度チョメを探してこい。チョメちゃん、チョメちゃん、チャンスよ。今のうちにあの軍人ちゃんたちを倒してキャメちゃんを助けましょう。よし、こっからが問題だよな。ホメロスに勝てない気がするけど。貴様ら、いつの間にこんなところまで。ちょろちょろと目障りなネズミどもめ、悪魔の子もろとも私一人で肩をつけてくれるわ。戦闘になった。ホメロスが現れた。マジか、こんなに早く対戦する感じなんだね。わあ、全回復してよかった。セーニャ、いや、まあええわ。チョメはまずはブレードガードしようね。で、セーニャはちょっと、スカラしとくか。皮膚奇形。シャド。氷が効くのか。なるほど。主人公、力の種食べさしとくか。うわ、ガード率上がったんか。うわ、強っだから、セーニャが、命大事にやな。チョメこれで攻撃していいかな。攻撃役もいないと困るからな。27か。いや、これなら片手剣であれ装備させとけばよかったかな。いや、これはシルビアとベロニカに攻撃は任した方が良さそうだ。じゃあ私もあれだな、シルビアを攻撃守ろう。うわ、キャドは防がれるんか。一応命大事にしてるけど、セーニャも。ベホイミ覚えてないからな。2回攻撃か。お、ぶね。あ、やばい。え、嘘。セーニャ装備してんだけど。ちょっと待って、セーニャ悪い呪文にかからないやつ、装備してるはずなんだけどな。ベロニカ、ラムダにする？それともセーニャのこの、セーニャでラムダにするか。しょうがないな。はい。あ、ラムダ見たかった？ドルマが暴走60目なんか。マホトンやめてマジか。63ホイミが。あ、シルビアバイシオン覚えてんだ。ロニカやばい。ラムダが切れたか。まあほとんどもこれは大丈夫。ミスか。当たって
倒しました。ふう、ホメロスをやっつけた。チョメたちはそれぞれ2000の経験値を獲得、2000ゴールドを手に入れた。いや、結構苦労しましたよ。レベル14ですからね、主人公。イオの呪文を覚えた。3ポイントのスキルを獲得。ベロニカはレベル16に上がった。後でやっておきます。いや、結構かなり時間かかっちゃった。あの、連携技でなんとかね、倒されんようにやりましたね。ぐっ、この私に膝をつかせるとは。寝てるな。神様、ご無事ですか？今お助けします。ああ、まだ来るか。悪魔の子、チョメとその一味目、よくもホメロス様を。このホメロスがある意味裏ボスじゃないの。裏ボスっていうか、私を倒しても何も変わらぬ。貴様らはここで囚われる運命なのだ。なんか闇って感じがするような。グレイグはなんか光やけど。船よこい。あ、シルビア。みんな安心して、もう大丈夫よ。え？どういうこと？はっはっは、ここで仲間に逃げられるとはな。チョメよ、貴様の仲間など、所詮はその程度のつながりだったということ。ずいぶん手間を取らせたが、今宵のショーもここでおしまいだ。ここでおとなしく私に捕まるか、海に落ちてサメの餌になるか、今ここで選ぶがいい。ホメロス様、あれをご覧ください。でかいな。こんなにでかい船だったんだ。みんなお待たせ、シルビア号のお迎えよ。アリスちゃん、あれが私の仲間たちよ。あの鳩場スレスレに走ってちょうだい。ガッテン。名前かわいいね。どっちやろ、男の子かな、女の子かな。さあみんな飛び乗って。いやでもこのこれやったら飛び乗られそうやけどな。結構離れてたみたいだね。じゃあね、ホメロスちゃん、今宵のショーはなかなか楽しかったわ。アデュー。ベロニカも可愛い。どうしましょう、ホメロス様。このままでは奴らに逃げられてしまいます。ふ、薄汚いドブネズミどもが、このホメロスから逃げられると思うなよ。また戦いそうやな、どっかで。かなり苦労した。もう大丈夫みたいだな。一時はどうなることかと思ったが、おっさんのおかげで助かったぜ。うふ、お礼はアイスちゃんに言ってあげて。あの子はうちの船の整備士でね、船操縦もお手の物なのよ。お礼なんてとんでもねえガス、あっしはただ男の子だった。ひ、なんでありゃ。え、ボス戦が続く。えい、待ってくれ、勘弁してくれ。今ギリギリで倒したんだよ。プギャッシュ。レベル14なんですけど、まだ勝てる気がしないんですけど。ここで全滅したらどうなるの。いやー、何よこの化け物イカ、一体どこから湧いてきたの。あ、こいつの差し金か。クックック、私に逆らったことを海の底で後悔するんだな。さあクラーゴンよ、思う存分その船をいたぶり、ネズミどもを海のもずくとするがいい。これ3体出てきた時結構強いよな、海で。ひー、こっちに来るゲス、あっしはまだ死にたくねえでゲスよ。ん、何、なんだこの音は。あ、助かったか。あれはダーハルーネの商船、まさかあの船は。まあでもいつか戦いそうだな、こいつども。今回は大丈夫だったけど。見て、あのでっかいイカが大砲の音に怯えて逃げていくわ。
あ、村長か。あ、助けてあげたから恩を返してくれた感じか。よかった、ご無事なようですね。あの魔物はこの辺りの海をよく荒らすことで有名なクラーゴンなんです。お兄ちゃん、僕だよ、ヤヒムだよ、僕恋が出るようになったんだよ。息子から全ては聞きました。この子の声を取り戻してくださったのはあなたたちだったのですね。息子が声を出せなくなってしまったのは災いを呼ぶという勇者の呪いによるものだとすっかり勘違いしていましたが、息子から話を聞いて全て誤解だったとようやく分かりました。失礼なことをして申し訳ありません。デルカダールがボスなんかな。僕この間町の外であのホメロスっていうおじさんが魔物と一緒に話してるのを見かけてね、びっくりして声を上げたらホメロスのおじちゃんに捕まって魔法で喉を潰されちゃったんだ。悪魔とこと呼ばれている勇者か、人を助け正義で動いているはずのデルカダール王国が魔物とつながっていた。それが何を意味するものなのか分かりませんが、あなたたちは私の息子の恩人です。どうか無事に逃げてくる。だからデルカダールの王がなんかやばいんかもしれんな。チョメ、チョメよ、聞こえているか。貴様だけはいずれこの手で捕らえてみせる。せいぜいその時まで怯えて過ごすがいい。まあ確かにライバルズでもホメロス敵を味方にするもんな。あんたもデルカダールに逆らったせいでこれから商売がやりづらくなるだろうけど、うまく立ち回ってくれよな。まあ政治と経済は別々でしょう。いやでもどうなんだろうね、国によるか。それはかっこいい、すごくいい感じや。ちょっと次回はちょっとレベル上げするわ。おすすめの場所なんかないかな。メタルスライムが未だに出てこないんだよな。なんかもう取り逃したかもしれん、メタルスライム。いいね、船なんか浮いてるみたいだね。見てチョメちゃん、綺麗な朝日よ。まるで私たちの船出を祝福してくれてるみたいね。そういえばアイスちゃん、虹色の枝を買った商人について何か足取りがつかめて。へえ、足の効いた話だと、その商人はパンデルフォン地方へ向かったそうです。確か筋の情報だから間違いないでガス。シルビアのおっさん、あんた一応枝のことを気にかけていたんだな。それじゃあみんな、世界の海を股にかけて虹色の枝を探すわよ。まずは北東のパンデルフォンへ出発。北東ね、よし行こう。あ、船が手に入ると海を移動できるようになります。あ、なるほどね。 3D モード時では船を降りるとアリスが近くで待機してくれるか。船の場所はワールドマップにできる。新しい称号を獲得。もうルーラー使えるかなこれ。どっかに泊まりたいんだけど。あ、降りれるみたい。ここに降りてみよう。あ、こんな感じ。ドックとかでね、戻ってきちゃった。